分家賃の方がいいって。そうですね。俺いらないですもん。私も試乗しましたけど、ちょっとフィーリング全然違いますよね。はい、物足りなかったですね。オーナーさんが言ってますもんね。クラウンじゃんってセルモン。下のトルクやっぱないっていうか。かっこいいんですけどね。うん、まあ、新しさすごいありますよね、うん、それに V8 がボーンと入ってれば全然イメージ違うんですけど、さすがに乗せ替える人もいねえでしょうかね。いやーちょっとまあいろいろが多分大変ですよね。はい、でも今クローンの新型がすごい売れてるみたいですよね。売れてます。ああ、もうなんか車庫に突っ込んでます。あ、本当ですか。早いですね。今だったら納車待ち、今発注しても納車待ちがなんかもう1月とか結構もう先になっちゃう。この先行っちゃうんだ。多分日本一号じゃないですか。発表日に来てるんで。あ、変な話、例えばオークションとか、ね、例えば新車が売られちゃってるケースに、まあ、すごい車についてるんだ。エアロとかね、モデル車が来るぐらい。でもあれなんか、まあ後からでも付けられますよね。はい、まあ、俺のじゃないですけどね。そんなに車いらないですよね。これみんな新車なんですか。これは一応あのディーラーさんからの紹介で全部お譲りいただいたんですけど、なんで、まあ走ってますけど何万キロ、1万ちょっととかの車両だったと思います。確かレンタカー上がりとかだったと思うんですよ。あ、うちの台車にするっていう話で進んでる。台車が、台車がすごいです。ギアが、え、ギアがすごいです。まず、あ、すごいな。わかんねえ。わかんないです、ね。プリウスとほぼ同じパターン。結構初めてなるとわからないです。ドライブ入ってるのかどうかわからないです。モニターちゃんと見ないと。RX、 今人気ですよね。水曜日人気が来てるんで。 NX でもいいような気がするんですけど、セカンドカーとしてスタンドカー、ちょっとこれちょっといけるか、うん、NX ですと本当にサイズ感的にはちょうどいいので、でも女性のお客様多いですね。ちょうどいいですよね。でかくなくちっちゃくなく、フーがないですか。フーが欲しいんですけど、フーがあの別の人だ。フーが大好きなんですよね。買わないですけど。買わない。好きは好きですからね。好きです。これ460でもあれなんですよね。この三眼があるんですよね。オプションですかね。オプションですね。600で逆に普通の HID 二眼選べないですか。そういう基地がいないですよね。そういうちょっとマニアックな基地がいる。で、そうですね。これ460ですもんね。はい、460で、これオプションで0.2なんですよ。3眼ヘッドライト。このライトかっこいいですよね。あ、やっぱり多いですけど、うちも在庫で460多いですけど、3眼になってて。ほぼですね。この方もロングってあるんですよね。460の、はい、460のロングです。 F スポーツない？ F スポーツはもうないですね。あ、そうなんですか。ないんです、はい、それだけは知ってるんです。好きなんで。結構 F スポーツのグリルってかっこいい。このメッシュだけグリルだけ加工してるんです。ああ、 F スポーツって基本的に外見以外に何か違うんですか。まあ、まあ外見はもう19インチとか、うん、まあ、あとは足回りが X スポーツになってサビライザーとか、内装とかも、まあ、細かいシートの形状です、はいはいはい、ペダルの部分ですとか、スポーツシートっぽいですよね。そうです。ホールドがいいんですか。ちょっとホールド感が通常の LS よりもあるような仕様になってます。どうぞ。いいですか。ホールドがいいっていう。あ、本当だ、全然違う。やっぱ違うんだ。この辺とかも違うんですよね。俺がでかいからですか。でかい。ハマっちゃってるんですか。でかいです、本当に。もうそうだし。あ、でもハンドルも持ち合わせて。関係お似合いですよ。似合うんですよ。はい、本当に。私も来たときに、
決まった年齢が来たなと思いましたね。本当自分なんかあれなんですよ。この辺なんかは変わらないですね。ああ同じですね形状ね。この辺もあこのボタンが変わったぐらいで。ああこの辺が全然違うんですよね。そこは分かんないですね。そこはドリンクホルダーですもんね。これで動かすんですか。はいそこで選んで。ああそうなってるんだ。押すような形で。おおすげえすげえなんか気持ちいいっす。新しいですね。新しいですね。ちょっと慣れタッチパネルの方がまあ使いやすさはあると思いますね、はいはいはい。切って普通に押せますもん、ね。はい。これだと行き過ぎちゃったり。そうなんですよ。カーソル合わせるのが結構。走ってては無理ですね。結構なかなか。時計がまた。時計アナログなんですよ。アナログなんで。まああの辺なんかも多分ベンツ BMS。あでもシートも結構こうに見えて柔らかいですよ。柔らかいんで。結構柔らかいです。結構ふんわりしてる。ダメンが。ああ、ホールドいいっすね。脇がいいっすよね。はい。あやっぱ全然違うわ。ステッチが白いですね。これみんなそうなんですか。F スポーツはこれですね。マークレビンソン付き。このデルセレクトってないですか。そういう人はいないですか。作った人がいないですね。うちもあの川が選べるってやつ。はい。デルセレクトうち1台あります、ね。そうですか。何色なんですか。青です。あ、白は青ですか。白があります。やばいですよ。あのデルセレクト。どういうんですか。もう画面にデルセレクトって出ちゃうんですよ。そうしたの。ナビの画面に。あ、そうなの。スイッチ入れると。で。シートのパターンとか全部自分で選ぶんですよ。はあ、の革の色合いと。だいたい赤とかが、ちょっと影がしましたけど、ちょっと持ちします、ね。あ、すみません。それなオプションなんですか。すごいプレミアなんですよね。これ、あ、珍しいんですか。オプションですね。自分で選ぶんですよ。この中の革の配置とかも。はあ、オーダーですね。あ、本当書いてありますよ。L セレクト。あ、すげえ、ダッシュボードも。あれ、なんだこれ。すげえ。色が。そうです。なんですかこれ。これも赤とか。すげえ台座が白で。マットとかも。じゃああれメーカーでもメーカーオプション。新車の時からね。うわ白い。これすごいですね。これ。これなかなか全国でないですよ。これはすごいな。これにしようかな。この色すごいですね。マリンブルー。秋が来ますね。やっぱり黒とかと比べるとやっぱ。珍しいですけどね、うん、でもやっぱりドア開けた時とかやっぱ内装とか目立ちますね。これはすごいな。人気がやっぱ違う LS なんで。ホテルのドアマンなんかに開けられたら、ああ、たまげちゃいますよ。たまげちゃいますよ。これすごいですね。ああ。ここも違うんですね、なんか。それも全部もう自分で選べるんですか。選べる。青に着よう。センスいいですよ。あれ天井も、なんじゃこれ。これ綺麗ですね。これは珍しい。初めて見たな。装備フル装備だと思います。これいいな。前後プリクラってすごい。みんなついてるんですか。いや、あのドライバーズモニターがつくとその設定で前後プリクラしようか。前方だけとか選べないんですか。ドライバーモニターで。はい。なんか100万とかしちゃうんですよ。うわ。ちょっとまあツイートされそうになった時にハザード。あ、はい。